アカデミー室内管弦楽団はイギリスのオーケストラ。略称はアカデミー。当初は室内楽編成のオーケストラで17世紀から18世紀の音楽を専門にしてきたが、小楽器オーケストラの台頭や標準編成のモダン楽器のオーケストラが小楽奏法にも取り組む中、編成とレパートリーを拡張して独自の路線を歩み続けている。ロンドンでネビル・マリナーが創立し、 1959年に最初の演奏会を行った。当初はセントマーティンイコールイ,ンイコールザイコールフィールズ協会を拠点とする小編成の指揮者なしの弦楽合奏団としてバロック音楽演奏の復活に貢献してきた。音楽学者、鍵盤楽器奏者のサーストン・ダートの皇帝による JS バッハの管弦楽組曲やブランデンブルク競奏曲、 ビバルディの四季の演奏ではそれまでの演奏に見られない新解釈を示し、当時の音楽界で話題を呼んだ。管楽器を加えるようになってから、演奏曲目に見合うように編成や規模を変更し、バロック音楽だけにとどまらず古典派音楽から、現代音楽までレパートリーを広げて演奏するようになった。録音数も、A デッカやフィリップスを中心に非常に多い。 通常のクラシック音楽の録音活動のほか、映画アマデウスのサウンドトラックを担当し、普段はクラシック音楽を聴かない人々にも、モーツァルトの2つのトタン超交響曲やレクイエム、ピアノ競争曲第20番の魅力を知らしめた。他にもタイタニックのサウンドトラック、ポピュラー音楽では、ナイトウィッシュ、ワンスなどもヒットしている。 言語名称を日本語に直訳すると、セントマーティンイコールインイコールザイコールフィールズ、教科アカデミーとなるため、レコード会社などによる日本語名称、アカデミー室内還元楽団を吉田秀和などが語訳と批判してきた。室内還元楽団であれば、チャンバーオーケストラとなり、室内還元楽団と通常の還元楽団は間違えようもないのだが、クラシック音楽をよく知らない。 日本人たちの間に限ってアカデミー室内還元楽団の故障が一般的に使われているのは確かである。なお、室内オーケストラとは言えない大きな編成を取る場合にはセントマーティンアカデミー還元楽団などと訳される場合もある。付属の合唱団は1975年に併設されたが録音数が極めて少ないためヨーロッパ以外での認知度は低い。 UEFA チャンピオンズリーグの大会テーマ曲は、この合唱団によるものである。1978年に、マリナーがブラウンに指揮者の座を譲って、以降も、2011年頃までは、演奏会や録音における、実質上の指揮をマリナーが続けていたが、他への客演などによるマリナーの不在時には、ブラウンとシリトーが代わりに指揮台に立っていた。ありがとうございます。